地図フォンテーヌブロー宮殿は、セーヌイコールエイコールマルヌ県フォンテーヌブローにある、フランスで最も大きな宮殿。フォンテーヌブロー城とも呼ばれる。フォンテーヌブローとも表記する。宮殿の現在の姿は、多くのフランス王による追記の結実であり、基本的な建築構造は、フランスは一斉による。建物は中庭を囲むように広がり、フォンテーヌブローの街が、 かつての王の狩猟場跡を取り囲むように発展している。宮殿の内装や庭はフランスにイタリアのマニエリスム様式を導入しフランス風に解釈し直したものである。16世紀のフランスにおけるマニエリスム様式の室内装飾はフォンテーヌブロー様式として知られている。これは彫刻、金工、絵画、漆喰装飾、木工を組み合わせ、 屋外庭園には図案化した花壇のパルテアなどを取り入れたものである。フォンテーヌブロー様式では偶意的な絵が漆喰のモールドに使われている。アラベスクやグロデスクも取り入れられ、縁取りはまるで皮か紙であるかのように切り口が巻き上がった形に仕上げられている。フォンテーヌブローにおける女性美の表現はマンネリである。小さくて小綺麗な顔と長い首。 角に長い銅や、獅子、小さくて高い位置にある胸といった類であり、後期ゴシックの美の表現へ、ほぼ回帰している。フォンテーヌブローにおける、新しさは洗練された、細かな彫刻の意象にあり、これらは鑑定家や芸術家の間に広がっていった。フォンテーヌブロー派による彫刻を通して、この新しいスタイルは、他のヨーロッパ中北部、アントウェルペンを筆頭に、ドイツ、 ついには、ロンドンにまで波及した。サロンの内装マリー・アントワネットの寝室12世紀後半には、すでにこの地はい7世のものであり、トマス・ベケットが彼のためにチャペルを捧げている。フォンテーヌ・ブローは、フィリップ2世やるい9世のお気に入りの居城であった。現在の建築を作ったのは、フランスは1世であり、彼のもとで建築家のブルターニュのジールが、難問、ポルト・ドリーを含む、 クールアバリーの建物のほとんどを建築した。王は建築家のセバスティアーノ・セルリオとレオナルド・ダ・ヴィンチをもフランスに招いている。フランスは一世のギャラリーのフレスコはロッソ・フィオレンティーノ・ニュール・スタッコで仕上げられ、1522年から1540年にかけて作られて、フランスで最初の大きな装飾ギャラリーとなった。大まかに見れば、ルネサンスがフランスに渡ってきた時の舞台は、 フォンテーヌブローであると言える。アンリ2世の統治家、祝祭の広間は、イタリアのマニエリスム画家のフランチェスコ・プリマティッチオと、ニコロ・デッラ・バーテによって装飾された。ベンベヌート・チェッリーニの、フォンテーヌブルーの妊婦は、フォンテーヌブロー宮殿を飾るために作成されたが、現在は、ルーブル美術館に保管されている。アンリ2世とその王妃、カトリーヌ・ド・メデシスの時代に、建築家、 フェルベルド・ロルムとジャンビューランによって、宮殿の大拡張が行われた。フランスは1世とアンリ2世に次いでアンリ4世も、彼自身の名を冠した王の中庭や、その隣のディアール・ド・ポワチエのギャラリーや、おじかのギャラリーを設け、図書室として使用した。こういった建築整備の間には、第二本邸ヌブローハが生まれたが、第一波ほど、実験的でも、独創的でもなかった。 アンリ四世は、樹木の生い茂った庭園2200メートルもの長さの、運河を設け、現在ではここで釣りができるほどである。また彼は、松屋にレのほか、果樹なども植えるよう命じた。彼の庭師クロードモーレは、姉の町で図案化した、パルテア花壇の修行をしている。丹霊王フィリップ四世、アンリ三世とルイ十三世は皆この宮殿で生まれ、フィリップ四世はこの世を去る時も、 フォンテーヌ・ブロー宮殿であった。1685年には、ルイ14世により、フォンテーヌ・ブローの直令が発令され、これにより1598年のなんとの直令が破棄されることとなった。クール・ディ・オーネール300年の後、フランス革命のため、調度品が売り払われるなど宮殿は荒廃した。長い革命騒ぎの間に、すべての王宮は売却のためになったが、 これは国家の資金集めのほか、ブルボン朝が再び力を得られないようにする目的もあった。10年も経ないうちに皇帝ナポレオン・ボナパルトは、ブルボン朝におけるベルサイエ宮殿同様、フォンテーヌ・ブロー宮殿を自分の権威の象徴にしようとしている。しかしナポレオンは1814年、新衛隊に別れを告げて亡命生活に入ることになった。 玉石の敷かれた入り口を広げて四輪馬車が通れるようにするなど、ナポレオンは宮殿を大幅に改築した。現在の観光客が目にする宮殿は、この当時の姿が中心である。フォンテーヌブローの宮殿は、彼の老いナポレオン三世によるフランス第二帝政の舞台ともなった。ブルボン王家の客人は、フォンテーヌブロー宮殿に滞在することが多かった。スウェーデンのクリスティーナ王は、 1654年に退位した後、長くこの宮殿に滞在している。ロシアのピョートル一世、デンマークのクリスチャン七世のほか、ナポレオン時代には、教皇ピュース七世も滞在している。1804年には、退官式でナポレオンを皇帝に任命するため、そして1812年から1814年には、ナポレオンの囚人としてである。また現代では、 ベトナムの独立運動指導者だったホーチミンもフォンテーヌブロー宮殿に滞在した経験がある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。フォンテーヌブロー宮殿の内部は1980年代より美術館として一般公開されている。美術館としては以下の4つに分かれている。ありがとうございます。